おい、何やってんだよ。来ないでください。お、待て、やめろって。おい、な、こっち来いよ、天使。うまいとこがファミレスって、あなた、さてはモテませんね。そんなことないさ。昔は入れ食い状態だったんだから。今は違うと。お前は羽振りが良かったから。いらっしゃいませ。すいません、水もう一つください。はい。やっぱりお相手がいないとたまるんですか、あなた、夜な夜な一人で。え、突然何？気づいてないふりするの疲れたので。気づいてたの？邪魔しちゃ悪いかと思いまして。お前が来てからデリも呼べねえし、仕方ねえだろ。デリ呼べばいいじゃないですか。え、いや、最中は外でおとなしく待っててくれるってこと。罪悪感で使い物にならなそうだな。はい、デリバリーってピザとか出前のことですよね。すいません、今の忘れて。は？さあ、した。俺クソ言ってから会計するからちょっと待ってて。クソって食事の場ですよ。お前もチンゲとか普通に言うじゃん。はい、面白い。いや、全然面白い。え、じゃあお前手本やってみろよ。はできるだろ。え、じゃあ撮って上見してみろよ。はい、じゃあ俺ここ見て。おぉ、バクチューです。それにつきましては、ただいま対応いたしておりますので。はい、大変申し訳ございませんでした。はい、今後このようなことがないように気をつけてまいりますので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。駅前の新しいタワー見に行くの、はい、いい。でも子供のためには絶対庭付きがいいよ。そう、心配してくれてありがとう。高いマンションって地震が怖いしね。くそ狭いでもだってとかありえねえわ。庭付きがいいとか言ってるけど、結局私に嫉妬してるだけでしょ。金持ち自慢かよ、めんどくせえ。タワマン？お宅の旦那そんなに稼いでましたっけ？あ、タワマンの2階を買うのか。なり研修にね、ほんとセンス悪い。シンプル。なんで言われたことがまともにできねえんだよ。仕事遅いから嫌いじゃん。本当にやってるし、いいのかな。だる。仕事行きたくない。邪魔だな。マジで行きたい。何だよ、大変だね。あれ、大変だね。マジで行きたい。おい、どうした、お前顔。おい、ちょ待てって。おい、何やってんだよ。来ないでください。お、待て、やめろって。おい、な、こっち来いよ、天使。やっぱりめちゃくちゃ怖いです。思考チャレンジなんかやるんじゃなかった。今後悔してます。だろうね。でもどうしても飛ばなきゃいけないような気がして。
なんでこんなに怖いんでしょう。大丈夫か。なんだろう、飛べる気がしません。羽が不十分だからじゃない。たとえ飛べたとしてもどこへ行けばいいのかさっぱり分かりません。展開ってどのあたりになるんですか。知らないな。人ってあんなにも不満を抱えて生きてるものなんですね。なんだよ急に。すごい量の負の感情が僕の中に入ってきてしんどくなって。そうか。でも今あなたがそばにいるから平気みたいです。普通俺みたいなのが近くにいる方が体によくなさそうなもんだけどな。変なやつ。そうおっしゃいますけど、心の均衡はそこそこ保たれていると思いますよ。多少羽は抜けますが、そこまでネガティブな方は引っ張られる気はしません。自分を軽視しがちなのはいただけないですが。あなたのそういうフラットさ、いいと思いますけどね。戻るか、俺たちの家に。ところで、トイレの後ちゃんと手洗いました？あ、き